はい、お疲れ様です。山です。2を2続きやっていきます。前回は、1個目のミッション、メインミッションが終わりましたね。大河の村っていうことで、そこで藤吉郎さんと出会いましたと。出会いましたね。で、サブミッションとメインミッションが1個出たんですけども、で、サブミッションね、前作で言うと、まあ、前作にもあったんで、で、同じ感じかなと思って、で、メインミッションに絡んでこないのであれば、スルーしてもいいかなと思って、まあ裏でやっといてっていう感じでいいかなと思って、でまあやってみてどうかなと思ったら、まあ、特になかったんで、まあ一応ね、話で言うと、族がいたんだけども、そいつらがぱったり村をね、荒らしに来なくなったと。でどうしたのかなって言って見に行ったら、その、なんだろうな、商売、アムリタを商売にしようとしてる人が、こう、アムリタに取り込まれてしまって、妖怪になって、族をね、なんだ、やっちゃってたみたいな感じでしたね。はい、終わりましたね。まあ、それぐらいでしたね。で、妖怪にプルプル触れてましたね、藤吉郎さんが。それぐらいかな。で、ね、一個ちょっと面白いのがあって、この風槍っていう、まあ、武器は、いいんですけども、この武器についてるね、特殊能力というか、画面中央に攻撃力っていう漢字があると思うんですけどね。195ってその右に。で、左になんかこう、なんだろうね、緑色の、なんか杖みたいな、なんだろうな。なんか、お祭りの時に使うようなマークついてると思うんですけども、あれがある武器は、特殊効果で、あら、外しちゃった。出てみるな。これか。上属性っていうのがつくんだって。で、これは、霊剣武器っていうみたいで、妖怪に対して追加で気力ダメージを与えると。で、その、状態異常値っていうのもプラス追加させると。蓄積か。で、蓄積しきって溜まると、気力ダメージがさらにアップして、バフがつかなくなると。で、さらに、すでについてたバフは消えるっていうことで、まあ、結構、妖怪に対してね、妖怪特化みたいな武器でしたね。が手に入りました。これいいね。だから、これ使っていこうか。まあ、どの武器をずっと使うかっていうんじゃなくて、もう手に入れた中でいいやつを使っていくっていう感じで、やっていきましょうかね。で、スキルね。で、スキルなんですけども、ここを目指していきたかったんですよね。この突進技。だけども、画面左上になんかこう条件があって、修行ミッションなんとかのクリアってあるんですけども、あれがね、まだ解放されてないんですよね。ハテナなんで。だからそれも、これも取れないし、前段階も取れないっていうね。マジか、つって。だからまあ仕方ないんで、とりあえず、ここの、中段構えのスキル取っていきましょうか。引導法。かっこいいね。早い攻撃に続けて、意思疎通っていうのは手元側だよね。を使って斜め上を突く。はい。ああ。これででもコンボが増えましたね。早い攻撃からのコンボが。で、槍も使ってたんで。槍もね、これ、どれだっけ？なんかあったよね。これじゃないけど、なんかあったね。千鳥、かっこいい。槍よし。なんかでもあったよね。溜めてズドンってやつ、やるやつ。どっかにあったと思うんですけど、前作で言うと奥義がね、あるんですよ。奥義これか。まあ、いっか。とりあえず、体入れ替え。これね、便利なんですよね。壁際に押しやられても、これ使うことによって場所をね、入れ替えることができるっていうね。これ取っとこうか。で、ひるませるやつか。これも取っとく？修行ミッションなんとかが多いな。コンボか。これもいいね。これ取っとこうか。取れない。これ取っといて。で、あと汎用スキル。まあ、これは、なんだっけ、妖怪化の技を使ったりしたら溜まっていく経験値で、上がりますね、レベルが。
で、どうしようかな。これは技を覚えるっていうよりは、なんか常時発動型なんか強化していく感じだよね。ゲージ減少速度を下げるとか。これでいいかな。いや、どうしよう。あ、これにしようか。回復速度ペナルティが下がるってやつ。これいいね。はい。で、武器。特にないよね。何も取ってないよね。あー、そっかそっか。覚えたら即使えるんだね。それは便利。はい。じゃあ、レベルアップね。準備が長いっつってね。二つぐらい上げられるといいなぁ。霊石も手持ちあるんでね。どうしようか、U。U ってなんだっけ。気力、回復速度。あー、これいいね。これ欲しい。あ、てか、今作は、前作に多分これ、真に含まれてたんじゃないのかな。これが分かれたんだね。多分。これで上げていこうか。これプラス、忍びもね、忍びの技欲しいんだよね。背後からの致命取るのは多分忍びの技だったんだよ。だからそこが欲しいんですけども。あと50か。余裕ですね。で、1個上げとこうか。OK。で、で、侍スキルが溜まると。終わんないな。どうしようか。あ、そっか、弓取っていくんだったっけ？はい。あれ、これもダメか。そっか、修行ミッション多いな。しょうがねえな。どうしようかな。変えてもいいんだけど。とりあえずこれ取っとこうか。最大の斬新を行うと、防御力アップのバフがつくと。はい。修行が出てこないことには取れないね。さあ、じゃあ次行きましょうか。なんだっけ、乗客ね。お客様。陶吉郎は、アムリターを売って商売してると。まあこれからね、もっと、覚えてもらうために、売り込んでおこうと。うん。了解。じゃあ行きましょうか。はい。山間の湖に面した鍛冶師の村は、流れ物が、集中しでいいのかな。まあ、集まって住んで、製鉄を生業としたことから、たたら山と呼ばれていた。ああ、なんかいいね。いいねというか。だけども、今やかつての賑わいは失われ、荒廃の一途を辿っている。ああ、もうだから残っているのはわずかな、鍛冶職人だけですと。え？立ち入り？わずかなごく限られた鍛冶師だけが立ち入りを許される。一番奥に立つ、え？たたら場にはね。あー、そうなんだ。まあ、確かになんか汚れてるもんね。行ってみようか。あ。こちらが、十三桜での仕入れの品になります。悪くない輝き。なかなかの一品じゃ。やはりお目が高い。さすが道山様。これからもごひいきに。霊石には少々鼻が利きます。猿のくせに鼻も利くとはな。調子のいいやつめ。いずれは私めも道山様のように仏の前で肉を食うほどの豪気さを身につけたく思うとります。妙なおだて方をしよって。そこまで気負うなら新しい仕事があるぞ。ぜひともこの猿
藤吉郎めにお任せあれ。食うか。はい。はい。なんか食べ物のなんかクオリティがアップしてるね、見た目の。さあ、じゃあやっていこうか。俺は藤吉郎あんま好きじゃないな。やっぱり好きになれないな。道山様が言ってた刀鍛冶の村ってのはこの先だ。前はにぎわってたそうだが。アムリタってさ、まあ売れるから売ってるっていうのもあるだけなんでしょうけども、あれあんまいい話じゃなかったね。前作においてアムリタってこう人を狂わす部分がなんかクローズアップとかなんかされてたから、あんまりいいイメージないんだよね。だから世間に広めるっていう意味ではね、徳次郎もあんま好きじゃないんですけどね。だから売れた先のことも考えていればね、いいと思うんですけどもね。ねえ、なんか前作やってるがゆえになんかこう気にはなっちゃうよね。アムリタって結局人の心をね、惑わせて妖怪化しちゃうところあるからね。だから本当は広めちゃいけないもんだと思うんですけどもね。はい。まあ、いいか。やっていこうか。まあ、やばくなったら、止めようか。で、これもう始まってんの？おい。おい。で、こういうのを積極的に呼んでみる？どうしようかな。まあ、ボス戦ぐらいにしようかな、ボス戦とか。多分ね、ボス戦。全て奪われてしもうた。奴ら決して許せねえ。全て奪われた。で、芝みの軽装ってあるけど、これまあ、割と前作でお世話になった装備ですね。軽装で、しかも能力そんな低くなかったよね。まあ、レベル2なんであれですけども。ねえ、もうちょいレベルが高いやつ手に入れば装備してもいいかもね。で、こういう人ら呼んでも多分ね、ボス戦とかだと、とどめは自分で刺さないといけないから、多分その任せっきりにはできないと思うんだよね。だから、悪くはないと思う、呼んでも。まあ、一回ぐらいね、ボス戦とかでは呼んでもいいかもね。あら、生きてる。倒した。さあ、お前と、何でやっていこうか。槍でやっていこうか。はい。ああ、間違えた。はい。で、ちょっと重いか？ミノの不穏、この山奥にまで及ぶとは。どうだろう、ちょっと重いかな、なんか。このゲームね、モードがあって、まあ、FPS なんだ、フレームレートを重視するか、画質を優先にするかっていうところで選べるんですけども。私はどうなってもいい。この子だけは見逃しておくれ。おい。なんか、すごいな。どこ行ってもこんな感じだね。で、私と、まあ、どっちもこういう、なんだ、バランスよくみたいな。モードにしてるんですけどもね。奥行きがあるとだいぶやっぱ重いなぁ。なんだろうね。まあでもプレイにしようがない限りはこのまま行こうか。多分まだ大丈夫。で。で、相手にする敵も今はとりあえず、こういう人らばっかりだね。いい。さあ、この中は？いるねー。
だね。はい。こういうのあるからね。落ちてきた。落ちてきた。素槍。今装備してる風槍っていうのも、なんか大量生産の武器みたいらしいですよ。増強に持たせるために作った、槍ですね。ああ、いいよね。この説明読んでるだけでもやっぱ、見てられるよね。お火薬玉。そう、今ショートカットにね、一個火薬玉セットしてるんで、そこら辺戦闘で、まあ使ってみても、いいかもしんないね。で、これが、もみき。まあ、これは前作にもあった。ギミックっすよね。あー、こっちから行く感じか。上に槍が見える。なんか見えるね。待って、多くね？めっちゃ出てきたんだけど。6発。おー、寝てる。二人出てきた。そう、槍のいいとこは、巻き込める、うい。巻き込めるんですね、こうやって。複数を。これがでかい。どうしようか、後にしようか、あれ。とりあえずこっちの方行ってみて、丸太。一人、二人。ちょっと弓、使いすぎるのもな。お、来た来た来た。危な。さあ、この人はタダでやれる感じかな？はい。おー、矢が手に入るのでかいね。普通の敵からね。今作ね、もしかしたらだけど、だいぶ難易度下がってねえかな。まあ、でも最初の目付きだっけ？馬頭鬼、強かったんですけど。やりようはあるからね。そんなになんか、前作だって最初のボスめちゃくちゃ強かったよ。狭い船内、あ、最初のボスは違うか。まあ、でも最初の方のボスですね。狭い船内で、でっかい鬼とね、戦うんですよね。鎖に繋がれた。早くみんなに知らせねえと。これ、洞吉郎の声じゃないの？なんか前作の方が難しかった気がする。どうだろうね。まあやれること増えてるからね、この、なんだっけ、妖怪技とかもあるし、あ、すねこすりだ。結構普通にいる感じ？寝てる。寝てるね。いいのかな？寝てるとこワシャワシャしたら怒るよ、猫って。起きた。おー、早い早い。最高。なんか常に呼び出せとけないかな？このすねこすり。無理かな？ずっとやっぱ戦場で一時的に呼ぶ感じになっちゃうかな？それも別に悪くはないけどね。ちょっとやってみようか、ぼんやりさんと。はい。あ、そう、落とすね、装備は一個なんですよね。落とす可能性はいっぱいあるけども。さあ、なんだこれは。まだ、上から降りてくるとかは。お、いいね。あー、すねこすり早いな、やっぱ。帰っちゃうのが。
もうすぐだ。ああ、早いね。すぐ帰っちゃうね。で、なんか、弓を手に入れたよね、今。うん。長弓の、いいやつ。OK。はい。で、ゴダマちゃんの音がするな。まあ、いっか。こだまちゃんはね、確かね、感知できるようになるスキルがね、後々手に入ると思うんで、まあそこら辺が手に入れば、探してもいいかもしれないけど、今は、そんなに、あいつやっちゃったら気づくかな。大立ち持ちやばいね。あいつか、まだいたんだ。もうちょい上。もうちょい上。オッケー。こんなもんか？どうしようか。落下地名狙っていくのもいいけども、スルーしてもいいですと。どうしようかな。地名取っとくか。オッケー、もうちょい。あー、決めきれないな。はい。危な。これね、出が遅いんだよね。だから見てからじゃ遅いっていう部分だよね。すごい使いにくい。オッケー。これでここは抜けたね。まだ家の中いたりすんのかな？で、まだ小玉の音がしますよと。一応全部倒したかな？オッケー。火薬玉。めっちゃ小玉ちゃんの音する。いるね。どこだ？ここ戻ってきたよね。上か？ああ、多分あっち側かな。あれ、あっちってどうやって行くんだ？道が？ん？あっちの方から来るのかな。じゃあ、いっか。とりあえずじゃあ前に進み、ああ、やべ。あれ？ちょっと待って、落下ダメージもないぞ。マジか。結構ぬるいんじゃないの？じゃあ前に行こうか。こういう見るからにさ、直線的に取れそうなアイテムって絶対なんかあるよね。ないの？ないんだ。あ、そういや、こういうでっかい、宝箱って、前作だとムジナっていうね、なんだろう、ミミックが、いたんだけども、それもまだ出てきてないね。なんかこう、アイテム取ろうとしたら出てきて、邪魔をするんだよね。びっくりしたっつって。で、なんか、なんだっけ、身振りをするんですけども、それに同じ身振りをしてあげると喜んで帰っていくみたいなね。遊んでくれてありがとうみたいな感じでね。
それも出てこないかな。ちょっと待って。緑のやり方覚えとかないんだ。どうやるんだ。あ、これか。はいはい。ん？うん。なんもない。じゃあどっち行く？あっちか。ちょっと待ってね。じゃあこっちの下は。ああ。OK、じゃあ。おお、こっちにいた。はい。そういや、体入れから覚えたね。これこれ。これガードしててもね、上から決まるんでね。さあ、矢もね、結構手に入るんだよ。前作足りないぐらいだったけどね。いや、硬っ。やべ。もうちょい頑張って走れよな。すぐこけたよ。さあ、ここら辺にいる。あ、いた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 。うん。これで OK ですね。じゃあ戻って。この社。こっちだよね、多分。目的地は。だからこっちを見たい。あー、ショートカットか。これで最初のとこから多分直で来れるんじゃない？直では来れないか。ま、楽にね、来れますと。いうことですよね。OK。楽でもないか、ここに、大男いるからね。さあ。一番奥に来たんじゃない？なんか奥にもやもやが見えるけどね。太鼓。あの鍛冶屋の娘、どこに行きやがった？探し出せ！鍛冶屋の娘。そこまで細かくはないか。音鳴るかなと思ったんですけどね。ああ、こんなもんか。で、これは擬人塚で、あ、そっか、呼ぶのに、おちょこってのがいいのか。今二つしかないから、試しに呼ぶってもなんかあれだな。どうしようか、まあ、一回やってみようか。とりあえず、ソロでね。やば。めちゃくちゃ死んでんじゃん。これね、体験版でやった、俺。普通に出てくるし、俺やられたからね、これ。うわぁ !3 回やるの。4回ね。うわぁこれも潰さないとね。1、1、わかんない。1,2,3,4。 間違えた。あー、これ出してくるんだお前。危ない。あれ、あー、そっか、ないんだ、揚力が。危ない。潰そうかと思ったら、危ない。これ難しいんだよな。はい。あれ、なんか結構やれてるぞ。え、なんで武器燃えてんだ。俺、武器が燃えてんの？俺が燃えてんのか。そうか、俺が燃えてんだ。あ、これに触れたからダメなんだ。
しかもしばらく残る系か。なるほど。はい、4回。あの触れたらダメなんだね。オッケー、むずいね。そう、俺も妖怪化は無理か。解けないね、常闇が。倒しちゃうよ。3、あれ、はい、倒しちゃった。逃げてる常闇消えると思ったけども、そうでもなかったね。で、より奇襲でいいのかな。なんかゲットしたね。ああ、強い。より奇襲の鎧は、より奇の立場にあった武士が着用した鎧。大名の直進ながらでいいのかな。特定の有力家臣の指揮下に置かれた武将。すごい、なんかだんだん俺がレベルアップしてるね。最初無縁人でしょ足軽でしょ。で、ヨガ系の強鎧。まあよくわかんない。特殊部隊用みたいな。で、足軽、あ、違う違う。で、よりキッシュだから、だんだんこうね、強くなってってるね。はい。あー、これ重いやつか。重いやつだね。どうしようか。まあ一個ぐらいならいいか。こういうなんかこう、多分ね、銅鎧とか、あとは、膝だっけ。なんて読むんだっけ。まあ、膝とか、あと、まあ、そういう大きい部分に関しては多分防御力上がる部分もでかいと思うんで、重いやつにしてもいいかもね。逆にコテとか、小さいやつはね、変えてもそんな変わんなかったりするから、防御力は。だから、軽鎧でもいいかもしれない。さあ、え？地下。おい。おい。ああ、そっか。大関のあれも使ってもいいかもな。装備しとこうか。そう、揚力が足りずに、相手のね、特技を潰せなかったんで、さっき。装備しとこうか。うん。で、ここは何？女の子を探してるみたいな感じかな。あ。いるね。大丈夫？え？なんか、すごいね。気が強そうな感じが。あ、これあれじゃない？トメちゃんじゃない？あなた、どうやってここへ？私はトヨ。トヨ。立派な刀鍛冶になりたくて、ここにいるの。だけど、師匠とはぐれちゃって。はい、トヨさんっていうのはなんだろうね前作もまあ、トメちゃんでよかったのかな。まあ、主人公の装備をね、修理したり、修理じゃない、強化したりしてくれた、作ったりしてくれた人だったんですよね。で、その人も同じく眼帯してたんですよね。火花が散って目がダメになっちゃとか言ってたかな。多分でもつながりはあるでしょうね。ごめんなさい、あなたには関係ないよね。いえいえ、とにかく助けてくれてありがとう。落ち着いたら私のお店に寄ってほしいな。あー、やっぱそうだね。うおー、普通にいいんじゃん、びっくりした。え、あ、それ妖怪に対して追加ダメージ与えるって書いてたね。これか。あれ？トヨちゃん、危ないよ、こんなとこで。前にも行けず、後ろにも行けずみたいな感じで。困ってたんだ。で、上のさ、
たま、なんだ、アイテム取った時に出てきた声で、娘を探し出せって言ってたのは多分あの、トヨちゃんのことだよね。どうするつもりだったのかな。どうだろうね。前作では、説明でね、女性が、火事場にいることがなんかこう、おぉ、変わってるみたいなこと書いてあったから、だからこの、なんだ、不況は、トヨちゃんのせいだみたいな感じでなんかこう、言われてたのかなみたいな風には考えちゃいましたけどもね。考えすぎか？はい。さあ、もちろんこれで終わりではないですと。バカでけえ、カジマ。一体何が？もうあれか。まだいるんだよね、人は。村正さんとかかな。さあ、この水は入っても大丈夫。うん。水まといのオフだ。大酒飲みの一発。はい。で、水まといのオフだってことは、相手水使ってくんのかな。水の属性防御を上げるっていうお札ですね。ん？すげえ、だいぶ賑やかになってきたね。おい。じゃあ、レベルアップしといて。どうしよう。5も上げたいけどね。全部、ピンにはなるけども。芯上げときましょうか。結局、どれ上げても、体力は上がるんですよね。多分ね。で、あと2300調達できれば。1500、2700、いけるね。2300、いくつっつったっけ俺。2300だっけ。だから、あと800。で、どうしよう。とりあえず全部10人はしたいけどな。部を上げようか。はい。はい、ということで、だいぶ賑やかにはなってきましたね。いいよね、こういうのがいいよね。はい、ということで、今回は以上です。ということで、次回あのタタラバに行けばいいのかな。すげえね。もののけ姫みたいな感じだよね。あれもこんな場所あったよね、確か。はい。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。